侍従殿。守備はいかがで？異論なく、敵の移動手段を全て破壊しました。増援の到着は大幅に遅延するはずです。では、今のうちに那須から白川へ抜けてしまいましょう。この辺りの安全は？確保したとはあいにくながら、早々に移動した方がよろしゅうございます。了解。大尉殿。伏せて！大尉殿、あのようなことをなされては困ります。お困りになる？はい。お命を無価値に扱われてはなりません。今後はどうかご自重を願います。無価値？はい。私の振る舞いは価値のないこと？ありません。ご自重。逆だったら？は、立場が逆だったら影明様はどうなさいました？私をお見捨てになった？いいえ、我が力の及ぶ限り大尉殿をお救いすべく働いたかと。それは理に合わないのではなくて？お言葉ですが、全くの合理と心得ます。どうして？ご承知の通り、自分は大尉殿の御手で裁かれるべきものです。自分が大尉殿をお救いするならば筋は通ります。しかし逆では通る筋がありません。それは。けれど、私は聖人でも神の御使いでもなくてよ、影明様。存じております。軍人として働き、多くの命を奪いました。さようでありましょう。軍以外の場所でも殺めた人の数は影明様よりも多いかもしれません。あるいは。そんな私が影明様に比べて上等だなんてことがありますかしら？上等下等はともかく、大尉もまた罪業深き方とお見受けします。ええ、いずれ罪の報いを受けられましょう。すでにお覚悟の通り。しかしそれは自分などをかばってのことであってはなりません。決して。なぜ？大尉殿は己の手で冥府へ落とした人々が今ここに立ち現れたとして、彼らの顔を正面から見返すことができますか？ええ。無力な老人を殺したことは終わりですか？いいえ。痛いけな子供を殺したこと？いいえ。身体に障害を負い、歩くもままならぬ者を殺したこと？ありますまい。しかし自分は全て経験があります。ですから。よろしいか大尉、あなたは武人として相応の死をお迎えください。自分は卑劣官として相応の死を遂げます。間違っても。
今後は自分などのためにお命を危うくされませぬよう、このことしかとお願いいたします。
冷えてきたな。もう師走ですからね。巡回の奴らが羨ましいよ。動いていた方がいくらか楽だ。三班と役目を変わってもらうか。あいつら川沿いの道を1時間に2往復はしてるが。そいつは勘弁。あと30分で交代だ。我慢しろ。それにしても2頭のやつ遅いな。用を足しに行くって。あいつまさか詰め所まで戻ったんじゃ。ああ、ついでに火に当たってるとか。後で詰め所の連中に聞こう。もしそうなら沢の常駐警備に回してやる。多分長引いてるだけだと思いますけど、あの人ストレスがすぐ胃に来るタイプですから。そういやそうだな。あいつにはきついか。今は進駐軍と戦争だからね。班長、ジョンブルども本当に来ますかね。来るさ。フダラク城があいつらにどうされちまったか知ってるだろ。聞いてますけど実感湧きませんよ。鎌倉から撤退してきた連中が口を揃えて言ってるんだぞ。城が吹っ飛んだって。どいつもこいつも夢でも見てるってか。俺だってそう思えるもんなら思いたいが。国氏様までこの合図にお移り遊ばしてるってのに、全部何かの冗談でしたで済ませるのは無理だろう。戦争だよ。もう始まったんだ。ここで合戦になるんでしょうか。どうかな。大鳥中将のご気象からすると、こっちが先手を打って横浜に押し出すって線もありそうだが。その方がいいですね。そうか。合図で戦は嫌ですよ。僕ここの生まれですから。そりゃ俺もだ。班長だってうちの軍は大半がそうだろ。ああ確かにそうだな。生まれ故郷で戦争なんてやりたいもんじゃない。それでも攻め込まれたら戦うしかないが。寒い。川沿いでもいいから歩きたくなってきた。辛抱しとけ。もう少しで。ん？班長？今何か変な音がしなかったか？したか？いや、わからない。あの辺で硬いものが木にぶつかったみたいな音が、気のせいかな。いや、念のためだ。お前たち二人で行って確認してこい。了解。誰もいないね。いないよな。班長、特に怪しいところはありません。班長？あれ？どうしたんだろう。なあ、班長どこ行った？おい、なんだ？二人して僕をからかおうってわけじゃないよね。おーい！少しばかりお邪魔いたします。これはお気遣いくださいましたか。お好みに添えばよろしいのですけれど。実にこの肌合いは自分の思考そのものです。よかった。でも
どうしてその茶碗が影明様の趣味に合わせたものだとお気づきに？大井殿のご趣味であれば京焼きか絵唐津ではないかと思いましたので。残念、それは外れです。うん、ならば死ぬ。嫌いではありませんけれども、私の好みなら楽焼きです。分けても黒楽が。それはまたストイックな。そうでしょうか。私にはむしろ世俗性の極致と見られます。あの漆黒が。ええ、まるでこの世の万物が溶け込んだよう。大井殿、銀星号のことは間違いないのですか？はい、どうやら銀星号は確かに失明していたようです。爆弾が落とされたあの時、札落城に。そして爆弾はどうしたわけか、まあ新兵器なんてそんなものかもしれませんが、城塞全体を破砕はできず半壊させる程度にとどまった。それでも爆心地は砂漠化したそうですけど、銀星号はちょうどその爆心地に。断定はできません。ただ札落城の生存者は相当数いたにもかかわらず、爆発後に銀星号の姿や痕跡を目撃したというものは皆無なのです。死んだのでしょうか？わかりません。奇妙な噂もあります。とは？不審な一団が爆心地から何か光るものを掘り出し、それを携えて会津へ向かう落ち武者の列に加わったとか。札落城を脱出し会津へ入った幕府軍はどの程度の規模なのでしょう？それも正確にはけれど、少なくとも万単位。笹川軍を加えて四宿に進駐軍との一戦を決意させるだけの戦力規模に達しているのは間違いありません。大鳥中将が進駐軍に挑むと GHQ の方で会津侵攻を企むのは理解できますが、笹川久保にすれば、ここはまず手段を尽くして和平の道を探る局面なのでは。最終的な決裂は避けられずとも、いくらかの時間稼ぎになるならそれはそれで十分だり、彼は軍の再編に要する時間を千金に変えてでも欲するはずです。ええ、普通ならけれど、あの男は違います。今朝国氏殿下と大鳥家現当主花江の婚約予定が発表されました。もちろんこれは四宿が六原の全権を掌握するための段取りです。御台所の一門であれば幕府を裁量しても何の不思議もありませんから、こんな請求な手段で権力基盤を固めるのは請求に権力を行使する意図があるためとお考えになりませんか？すなわちそれは進駐軍との決戦以外にないと。なるほど。会津に引きこもっていても道は開けない。健康一滴、一戦にて命運を占うべし。まあそんなところでしょう。しかしそれならそれで優先して済ませるべき問題が数多くあるのでは。自分を大樹家の外籍に据えるのが第一とは特進がいきません。そんなものは言ってしまえば形式です。笹川軍団を霊下に置く大鳥四宿にとってさほど重視する必要のある事柄ではないはず。
その形式に拘泥するのが私宿なのです。形式、筋道、道理、それがあの男のすべて。骨の髄からの形式主義者。いや、しかし大尉、そんな男が。彼の非凡なところは、形式に実質を必ず追随させる点にあります。形式と実質の間に差を生じさせません。婚約が執り行われるのはわずか3日後。シシクはそれから権力を握るのではなく、その時には全権限を握っています。六原全軍は統制を取り戻し、即時行動を開始するでしょう。3日後、婚約式が終わった瞬間にも。まさか。それがシシクです。だからその前に手を打ちます。シシク個人の戦争にヤマトの運命を委ねはしません。あの男を暗殺します。足利森氏はすでになく、古賀、おゆみ、堀越の公方もおそらく今は不堕落の土。そして四宿をも失えば、六原はもはや崩壊を避けられません。指導者たれる実力の持ち主がもういない。ええ。しかし大尉、それは結局 GHQ を利するだけなのではありますまいか。統率を失った合図に進駐軍が攻め寄せてくる。はい。いや、そうか。攻める意味がない。そうなりますでしょ。四宿を失った六原は勝手に滅びてゆく。進駐軍の手はあえて必要ありません。無用の戦争をしても大和国民からの信頼が得られる道理はなし。 GHQ は大和支配の戦略を一から見直さねばならなくなる。とはいえ、それも大和の固有軍事力が失われた状況ならさして困難もないでしょう。ですね。けれどそこは生き延びていただいた方に手腕を期待しても良いのではないかしら。頭を失った六原軍を手中に収める程度のことは。それもできず引きこもってるだけなんて、あんまりにも解消なしですものね。ご本人にも言い分があろうと思われますが。聞いておきましょうか。影明様はいかが？は。どのように思われます？それが頷けるものならば。ご遠慮なく、率直なところをおっしゃっていただいて構いませんのよ。いえ、言葉を選んでいたのではありません。ただ要は同じことだと。同じ？多数の人間を守るためと称して一人の人間に死を強いる。一身の判断でなす人命の計量、
自分には馴染みの深い行いです。それと同じことを幾度となく繰り返してきました。村正の呪い。はい、何も差異はありません。いずれも等しくテロリズム。そうですね、確かに全く違いのないこと。では影明様のご決断は？私にお手を貸してくださる？はっ。太乙殿をお止めすることはできません。しかし自分はご助勢をいたしかねます。わかりました。よかった。もし協力すると言われてしまったらどうお断りすればいいのか困りましたもの。やはりあなたはこれを大鳥四宿との個人的な戦争とお考えか？ええ、そう。これは私とあの男との喧嘩でしかありません。国のため、民のためと言葉を飾っても結局はそういうことなのです。影明様はこちらにおとどまりください。長倉のおじい様には私から言っておきます。いいえ。ん？お許しあれば自分も同行させていただきたく存じます。私に？けれど。はい、ご協力もお邪魔もいたしません。自分は自分の都合のために笹川の久保府へ参るまでのことです。ご都合というのは？銀星号の精神が定かではありません。先ほどのお話によれば不堕落の爆心地から何かが運び出されたとか。その何かが銀星号ないしは銀星号に関わるものでないと現状では断定が不可能です。ではそれを確かめるために？はい、この目で見聞して全く無関係のものであるならよし。またもしそれが銀星号の遺体ででもあるなら自分には。確認する義務があります。了解いたしました。ご一緒に参りましょう。ご造作。旅は道連れ、世は何とやら。師走の合図も連れ立って行けば肌寒さが和らぎますきっと。復讐は虚しいなんて物の本に言うけれど、あなたはどう思う？と。ほう。ぽろりとそんなことを申されましてね。どう答えた？茶を吹き出して顔面にぶっかけてしまいました。むごいなお前。あ、いやいや、まさかあのお嬢様の口からそんな言葉を聞こうとは。夢にも思わなんだか。そうよな、かなえ様は少しお変わりになられたかと見えますか。10年経つ、何も変わっていなければその方がおかしいのだろうが、あの人は変わらぬ人間だと思っておったからな。ええ、変わらぬものを変えてしまうものが何かあったか。さて、あったのやもしれません。あの、若いのか？屈折した御人ですよ。そうよな。およそ人を幸福にできるような男ではなさそうだが、カナエ様と何か噛み合うものがあったか、それとも逆か。
さて、男で変わるなら、カナエ様も凡脈の女性であられたということかな。何より結構なことだが。変わりませぬよ。根は三つ子の魂百まで、変わるのは上辺だけ。大元はそのまま、発端から結尾まで、誰も彼もが。カナエ様も初めから根は何も変わっておらぬか。ならばいずれが、カナエ様の根はどちらだな。さて、どちらでございましょう。